こんにちは、パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッション、パンデーロ編。この動画では、パンデーロのロールについて解説します。ロールは、指とこのヘッドの摩擦を利用して、ダラララララッと音を伸ばす奏法です。なので前提としてですね、指先とヘッド、ある程度の水分、湿気があった方が摩擦が起きやすいです。こう完全に乾いてるとですね、スーンと滑ってしまいます。はい、できればあった方がいいものは、ろうそくです。ろうそくのろう。これをヘッドに塗ります。タンバリワックスがあれば、もちろんそれでも構いません。そうするとすごくヘッドの状態が摩擦が起きやすくなりますので、ぜひご用意ください。多分コンビニとかですね、100円ショップに売ってると思います。はい、では早速やっていきましょう。まずは親指のロールからやってみます。パンデーロのこのプラチネーラ付近の打面のところをこのまあ外枠に沿ってですね、こう丸く指を滑らせます。こんな感じです。で、打面に対して親指がこう寝ている状態だとつるーんと滑ってしまうんですけれども、これをですね、少し傾きを与えてあげて、ダラダラダッとこう摩擦で突っかかるようにします。で、その角度でですね、突っかかり具合が変わると思いますので、ダラダラダラダッと綺麗に音が続くような角度を探してみてください。はい、いかがでしょうか。だいたいですね、親指の角度がこの面に対して、45度か、まあ、プラスもうちょっと60度ぐらいの角度がちょうどいいんじゃないかと思います。で、親指はですね、ちょっとこう伸ばした状態というか、反らせた状態。にすると、こう継続して音が出やすいです。少しだけ打面に対して、クッ、クッ、クッとですね、押してあげると、力強いロールの音が出ます。はい、では次は人差し指いきます。今度はですね、人差し指を完全に立てた状態から滑らせてみてください。このダダダダダダっていう感覚がちょっと広いと思いますので、それでそのままちょっとずつこの傾き具合を減らしていって、ちょうどいい塩梅のところ、タタ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 タってなってますよね、今。で、さらに寝かすと、細かいダラララッといったロールになります。はい、ちょっと分かりづらくて恐縮なんですけれども、だいたいもう指の先端、このあたりが打面に触れています。で、指を、ある程度ですね、やっぱりこう伸ばせた方がかかりやすいので、力強いロールができます。はい、では次は中指でやってみましょう。さっきの人差し指同様、打面に対して指を立てます。で、ある程度ですね、指を伸ばした状態で滑らせると、
こう粗く引っかかってタタタタタタタとなると思いますので、そこから徐々にこの傾きを減らしていって、タラララッと、音が続く角度を見つけてください。中指って普段日常生活でそんなにですね使わないと思いますので、あんまりこう動きが安定しないなという場合は、人差し指と薬指を揃えて、中指をですね、まあ、軽く支えてあげるとこう力強いロールになると思います。はい、指を揃えた流れで少し打面傾けて、人差し指と中指、2本指が当たるようにして、この2本でロールしてみましょう。まあ、2本になった分ですね、まあ、その分力強くダダ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 と、ロールができるようになります。はい、実際に演奏で使う分にはですね、この3本だけで十分だと思います。薬指小指でも、まあ、できないことはないんですけれども、あんまり実用的ではないので、この3本しっかりと練習してみてください。はい、あとはおまけとして、ブラジル人がよくやるですね、こう何でしょう、チョップするロールがあります。手のですね、指、小指の根元のこのあたりですね、側面の肉を、打面に当てて、ちょっとこうバウンドさせるようにして、で少しこうグッと押さえてあげると、ダラララララッと粗いロールができます。少しこう指を反らせてあげるとやりやすいかもしれません。あとはパフォーマンスとして、肘に当ててバウンドさせてロールしてみたり、膝に当ててこんなロールもあります。はい、というわけで今回はパンデーロのロールについて解説しました。あくまで装飾的な、奏法なので、基本のグルーヴは守りつつ、遊び感覚でいろんな位置に入れてみてください。こんな感じでパーカッションのレッスンや情報発信をしておりますので、よろしければぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また。